飾磨県庁舎飾磨県は、1871年に播磨国を管轄するために設置された県。現在の兵庫県南西部にあたる。本項では、前身の姫路県についても記す。廃藩置県により1871年4月に、旧姫路藩に設置された姫路県を母体として、同年11月に、播磨国内の各県が統合されて、新しい姫路県が成立したが、統合から1週間で、飾磨県に改称した。名称は、県庁所在地の飾磨郡から取られた。この短期間での改称の理由として、宮武外骨は、著書、不藩憲政史において、旧姫路藩は、不代の砂漠藩であったために、県名として、姫路の名称を使うことが、明治政府によって嫌われたためであるとしている。ただし、宮武説は、学説として認められたものではない。県庁建物は最初、姫路城の三の丸にあったが1876年に、城西部の薬師山に移転。兵庫県との合併後に、姫路赤十字病院となるが2002年に移転、解体された。1876年、府県統廃合の原案を練っていた内務卿、大久保利通は国家的見地から兵庫港を国際貿易港としての中心的な役割に発展させるため、当時まだ規模の小さい兵庫県に物産豊かな飾磨県を編入することを考えた。この統合は実施されることとなり、飾磨県は廃止された。1880年頃、飾磨県の再設置運動が活発化したが、実現することはなかった。尼崎県、生野県、忍県、古賀県、鳥取県、鶴舞県、兵庫県、丸亀県、壬生県の飛び地領も編入した。ありがとうございます。